トラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はバケヨンもこう、もう約700、まあ、700は言い過ぎかな、600何キロかぐらい走ったんで、そろそろレビューしてもいいかなってことで、今回はレビュー動画です。まあ4フォアにも当てはまると思うんで、まあ 350cc ですけど、バケヨンは。とはいえ、まあ、50cc ぐらいしか変わんない4フォアと比べても、まあそんなに大きな差はないかなと思うんで、そのレビューのお話をしたいと思います。まあ4フォアとかバケヨン購入考えてる人にはすごい役立つ情報だと思います。でこのよく言われてる人は、まあ音はいいけど遅いっていう、もうなんていうか4フォアイコールめっちゃ遅いみたいな、そういうイメージの人が多いと思うんです。またそう言ってる人も多いんですけどね。ただそれね、何と比べるかによるんですよ。例えばこれ出たのってもう73年かな、最初に出たバケヨン 350cc の方が先なんで、73年から75年だっけ先に出て、74、5年ぐらいから4フォアが出た気がするんですけど、確かね。でその時って、まあ、当然ながらバイクの数もそんなに多くないし、例えば2ストとかも売ってた世代なんで、例えば2ストと比べたらそれは4ストでその排気量少ないと遅いよねとか、だそういうなんていうのかな、情報が古いんですよ、おそらく。あのね、普通に早いというか、早くはないんだけど、遅くはないですよ。何と比べるかによるんですけど、まあ、自分もこうやって 250cc とかのバイクも乗ってたので、最初 250TR 乗ってましたから、そういうのとかと比べてても、なんていうのかな、そんなになんていうの、悪いほど遅くないですよ。250cc よりかも遅いのかとか、遅いって言われたから、めちゃくちゃ遅いのかなって思ってたら、そうでもないです。だからなんかね、早いバイクと比べたら、それは遅いですよ。350cc ですから。だ言うてね、そんなに遅くないですよ。一般道で走って、まあ、動画見ててもわかると思うけど、全然、加速もちゃんとしますし、60キロぐらいで、だいわゆる一般道で、60キロぐらいで走る分には全然問題ないですよ。だからその辺がね、なんか間違った知識がやっぱりまだまだ拭いきれてないんだなって思うので、これ乗ってる人が、ちゃんとこうやって言うべきじゃないのって思いますけどね。だ結局ね、速さを感じるところって、いわゆるトップスピードのところ、いわゆる高速道路とかだと思うんですよ。それ動画でも言ってますけど、いわゆるその80キロぐらいから加速がやっぱり弱いんですよ。まあ当然パワーもないので、だいわゆる大型車って、アクセルひねれば100キロ台簡単に行くじゃないですか。それは当たり前ですけど、排気量がでかいからなんですよ。それはそういう理由なんですよね。トルクも太いですし。排気量がでかいからこその加速も速いし、トップスピードも伸びてくんですけど、排気量の少ないバイクって当然ながらその大型車と比べたらトルクもそんなないですし、トップスピードでいわゆる瞬発力がないんですよね。そこら辺を比べられて遅いって言われてるだけだと思うんですよ。だからなんかそういう意味ではね、なんかその比べる対象がちょっとひどいなって思うんですよね。で、やっぱり今も昔もそうなんですけど、レーサーレプリカみたいな、そういう速いバイク、もともと小排気量でも速さに特化したバイクっていうのがやっぱあるわけで、昔なんて特にカタログ以上にパワーが出たって言いますから、カタログの馬力以上に実際は出てるとか、で、2ストなんてもう、なんていうの、4ストと比べ物にならないですから、速かったんですよ、周りのバイクが。それと比べたらそれ遅く感じるんだろうけど、一般道で走る分には全くって言ってほど問題ないんじゃないかなと思います。で、実際にこうやって乗ってみたフィーリングなんですけど、まずね、乗りやすいバイクですよ。ね、車体がね、そもそもそんなに大きくないというか、まあもう 250cc みたい。だからなんかね、自分が乗ってた小型車って 250TR がある、まああれと比べるしかないんだけど、今自分が乗ったことがあるのってそれしかないから、250cc とかのバイクとそんなに大きく変わらないコンパクトなボディサイズです。なのでね、やっぱ重たくてでかい大型車になってくればなるほど扱いって大変になるんですよ。当然重たいんで、それを押し歩きする。いわゆるこの車庫から出す時とか、で、立ちこけしやすくなるとかね。ちょっとしたアクシデントで、おっとってなった瞬間に復元できるかどうか。その、おっとってなって、まあ、その、おっとってなったそのタイミングとかにもよるんだけど、また環境によるんだけど、これはね、意外と立て直し効くと思います。まあ軽いからね。軽いって言ってもなんかまあ、そう、トータルで200キロぐらいはあると思うんだけど、重さを感じないと思います。意外となんか軽いイメージでなんか振り回しできるかなと思う。それは差し支えないと思います。いわゆるね、大型車って単純に重たいから、しかもでかいから、小回り効かない、だからいわゆる小回りが効くんですよ、このバイクって。だから初心者にも扱いやすいしね。
で、そういう意味ではね、意外なほど扱いやすくて、しかもなんか変な癖がない。だからホンダ車って本当そうだなって。だ結構それこれらがいわゆるフォアからスーパーフォアとかに変わっていくわけじゃないですか。だからやっぱそのなんか原点というか、やっぱり癖のないエンジンなんだなって思います。だからパワーがあるなしはその人の体感というか、大型車に乗ってた自分からしても別にパワーに関しては程よいんじゃないかなって思いますけどね。いわゆるね、パワーが出すぎるせいで扱えない、例えば有り余る感じっていうのが大型車には伝わるので、例えばその排気量を持っててでもそれを使う環境ってどこにあんのって話で、これはなんかちょうどいいパワーだと思うんですよ、一般道走る分には。だからいい感じにこの回っててもそんなに速度出ないから、音も楽しいしね、バイクポートするし。だからそういう意味ではね、ちょうどいいこのパワー感が一般道走ってて思うかなって感じますけどね。で、次に前後ブレーキね。いわゆるディスク1枚、リアドラムブレーキっていうのが、なんかね、ドラムブレーキをね、なんか悪く言いすぎだと思うんですよ。ドラムブレーキって効かないとかね。それ何情報なんですかっていう。ドラムブレーキ効きますよ、普通に。むしろね、なんていうの、世間的に呼ばれてることが、ドラムブレーキついてることがおかしいみたいな。まあ、当時のバイクって、ただ Z1 とかでもリア、昔はドラムブレーキだったんですけど、ドラムブレーキって瞬発力が強いんですよ。一回このガッて噛み込んだ瞬間のこの効きがすごい、ディスクより強いんですよね。だからもうトータルって言ったら変なんだけど、その瞬間的なブレーキの効き、ディスクよりも強いんですよ、ドラムブレーキって。いわゆるね、汚れが噛むとか、いわゆるなんかこのカスが出るんで、その、なんていうの、この削ったブレーキ臭が削れるとゴミが噛んだりとかして、そいつがまたその制動力を弱めたりとかするから、綺麗な状態だったら意外と効くんですよ、ちゃんとね。あとパッドはちゃんとあるとかね。で、ディスクも実際この油圧式なんで、例えばこのディスクブレーキの何が弱点かって、そういう部品がいわゆる液圧が噛んなかったら、ブレーキ効かなくなるんですよ。だからトラブルに弱い、ちゃんと整備ができてる状態っていうのが絶対条件なんですよね。当たり前ですけど、例えばいたずらでホース切られたらブレーキ効かなくなるし、なおかつ例えばこのフルード液って水分吸って劣化してきますから、その辺がキャリパーを詰まらせるとか、その辺もちゃんとメンテナンス必要だし、だから結局ドラムブレーキってね、そういうメンテナンスフリーとは言わないけど、しかもドラムブレーキ結構長持ちするんですよね。だからね、しかもアナログ的な機構なんで、ワイヤー引っ張ったら効くみたいな感じになるから、壊れようがないんですよね。だからそのなんていうの、ワイヤーつったってこのなんか、なんていうの、このアクスルって言ったら変だな、なんていうのこの棒みたいなの引っ張ってブレーキ効かせるから、まずその折れないし、そもそも折れないし、だからなんでアナログな作りな分信頼性があるんですよ。ディスクブレーキはね、ちょっとその辺不具合が起きたらもうブレーキが効かないっていう大惨事に起こるので、でその辺のまたメンテナンスも必要ですから、どっちかというと自分ドラムブレーキみたいなアナログな作りしてた方が自分は信頼っていうか安心しますけどね。だからディスクブレーキってね、まあ、単純に言うとそういう細かいところで不具合が起きちゃったら効かなくなるとか、あと固着しやすくなるとか、それは放置してる人が悪いんだけど、だ自分はどっちかっていうと怖いな、そっちの方が怖いなって思いますけどね。で、シングルディスクだから何なんだって言うんだけど、全然止まりますよ。止まらないっていうやつの運転が悪いだけだと思います。なんでかっていうと、みんなスピード出しすぎなんですよね。例えば一般道って最高速度が60キロじゃないですか。でもみんな60キロで走ってないじゃないですか。80キロとかバンバン出して走ってるし、で危ないんですよね。そういう人たちが80キロで走ってるくせに、それが急ブレーキと、車間もみんな近いから、本当にみんな命知らずだなって思うんですよ。そういう運転してるから、急なアクシデントっていうか、その時に止まれなくてぶつかるとか、だから、ね、なんていうの、運転がダメな人がそう言ってるだけだと思いますよ。60キロ道路なんだから60キロで走れって話ですし、なおかつね、ブレーキが効く効かないって、今時のバイクと比べたらそれ効かないですよ。だって今のバイクのブレーキ性能とかで乗ったらわかるけど、全然違うんで、それと比べたらそりゃ効きが違いますよ。でもね、こういうバイクを例えばダブルディスク化できる、だからフロントフォークまで変えないといけないんだけど、ダブルディスクにするキットって売ってんすけど、あれにしたところでね、シングルよりか効きますよ。シングルよりか効くけど、大きくは変わんないと思います。大きく変わんないっていうか、今時のバイクと比べたら、それでもやっぱり負けると思います。それぐらい今のバイクのブレーキ性能って高いんですよね。シングルポッドじゃなかったりもしますから。で、パッドもすごい優秀だったり。ブレーキ気にするんだったらあれ買ってください。赤パッド。なんだっけ、
自分があの Z に組んで、あのブレーキロックしたってぐらい効くようになるんですよ。あれ、あのブレーキパッドマジですごいっすよ。普通のノーマルパッドよりかも全然効くようになるから、あのパッド変えるだけでもあの全然効き変わります。いわゆる効くパッドね。いわゆる制動力の高いパッドに変えるだけでも制動力って増しますから、シングルディスクが心配だったら、あのパッドをいいやつに変えてください。それだけでもめっちゃ効くようになるんですよ。それ、あの、効きすぎてリアブレーキでロックしたってやつ動画出てますから。あれほんとすごいっすよ。もうほんとに、なんつうか、だから下り坂で、前ブレーキと後ろブレーキ両方普通にブレーキしたら後ろがロックするって、いわゆる前荷重になった時にリアのこの荷重が下がるから、そのいわゆる空転しちゃう時があって、その時にロックするぐらい効くようになるから、危ないです。効きすぎも良くないですよ。だからね、そういう意味ではあのブレーキが効きすぎるってのもなかなか考えたらロックしやすくなって考えもんなんで、その辺はちゃんとバランス取ってくださいね。効かなすぎもダメだけど効きすぎも乗りにくくなりますからね。だそういう意味ではその辺もなんか自分のフィーリングで変えるなり、そのままでいいなり、あと安全運転ね。とにかくあのブレーキを効かす余裕がある運転を知れって話で、ちゃんとした車間距離を保つ、ちゃんと法定速度を守る、そうすればこのシングルディスク仕様でリアドラムでも全然止まれます。で、なんとなくこのやっぱりね、あのフィーリングってあるんですよ、馴染みあるんですよ。特にあの新しいパッドとかに変えた状態ってやっぱこのディスクに馴染むまで時間かかるから、その時はねやっぱ効きってなんか悪い感じするんですよ。やっぱそれがね、乗ってれば乗ってるほど馴染んでて効くようになってくるから、それが効くようになってきてから、あん、なんか安心して運転できるかなって思います。だからそれが今こうやって自分のやつってフィーリングが起きてきてるから、そういう意味ではね、ちゃんとブレーキが馴染んだ状態っていうのを確認した上で使った方が、ちゃんとしたそのちゃんとした状態で乗った方がいいですよっていう、まあそれ乗るまではなんていうのかな、こう積極的にちょっと安全運転しないと怖いですよっていう、そんな話です。で、いわゆるね、あの充電系統、これはね確かに自分も感じます。充電系統が弱いって言われてるんですけど、それは本当です。あのね、ネット情報とかでは 14. 何ボルトまで出るって言ってるんだけど、自分ね、あのオルタネーターとかステーターは配線だけ変えたんだけど、電装、あの、その、このレストア動画見たらわかると思うんだけど、この辺新品に交換したりとかして電装系のパーツ結構変えてるんですけど、電圧がね一番高くて 13.8 とか9なんですよね。だから 14V たまに出せたけど、高速化してる時、あのね、普通に回してて6000回転とかで回してても 14V 行くか行かないかぐらいです。 14V 台がそもそも出ないです。まあ一応だけど、あのヘッドライトとかも全然大丈夫だし、なおかつ USB もちゃんと充電できるんで、基本的に 13.8V ぐらい出てれば、あの充電系統は問題ないです。実際これで長距離ツーリングも行けるんで、ただ 14V 台が出ないのはちょっと不安なんですけどね。で、この辺のリプロ品も一応売ってはいるんですけど、なんか純正パーツだから電圧が高く出るとかでもなくて、結局最初純正パーツがついてたんですけど、それも電圧低くて、で結局その リプロパーツに交換してたら電圧ちょっとずつ上がってって、最終的にはまあどんなに高くても 13.8 か 13.9 ぐらいしか出ないんだけど、まあそれで走ってみて充電系とは特に問題ありませんっていう感じです。だから発電自体は弱いんだけど、まあ言うたらグリップヒーターつけっぱなしとか、そういうのではなければ基本的には間に合うと思います。グリップヒーターつけたらちょっとわかんないけどね。グリップヒーターって 40W ぐらいするんで、例えばヘッドライトは LED 化してるから、このあんまり電圧食わないけど、例えば普通のハロゲンバルブで 40W とかで、なおかつグリップヒーター 40W で 80W 使うわけじゃないですか。だからそういう意味ではね、あの電圧足んなくなると思うんですよね、発電量と比べて。だからあの、いわゆる現代機器ね、現代機器のそういう電気食うやつはつけられないと思っていいかもしれない。まあ、やってみないとわかんないんだけど、多分厳しいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえエンジンが回るから、その回った分発電量も増えるんで、まあ、試さないとわかんないけど、ちょっとそういう大電力な部品つけるのは難しいんじゃないかなって思いますけどね。USB 機器ぐらいだと全然使えます。あのスマホ1台、Wi-Fi1 台でも全然使えますし、ドラレコつけてても全然あのバッテリーが切れるっていうか、あのジェネレーターの発電不足ってことにはならないので、まあ、一般的なこういう付属品つける分にはまあ問題ないんじゃないかなと思います。でウォータニーとかも入ってても全然問題ないです。でオイルクーラーもつけてても特に油圧がああだこうだとか、このなんでカムシャフトにオイル届くかどうかっていうのも全然問題ないです。意外とねノーマルのオイルポンポン結構強いんですよ。
あの吹き出し量は一回この途中からこのホース外すつける前に油圧がどんだけ出るというか、ね、ちゃんとオイルが出てくるのか確認しましたけど、結構な勢いであの出てくるんで、あのエンジンが回れば油圧結構強いから、言うてこの例えばもうホースが長くて油圧が低下してカムシャフトまで回んないみたいな話聞くんだけど、オイルがね、そんなことないと思う。あ、もちろんそれは Z とかは弱いんですよ。 Z1 とかのオイルポンプって弱いから、あれ系はちょっとそのオイルクーラーつけるんだったら強化オイルポンプとか入れた方がいいんじゃないかって説もあるんだけど、ゼファーとかに乗ってきたらめっちゃ強くなるんですよね。でも新しいバイクになればなるほどオイルって油圧が強くなるんで、その辺のやつは大丈夫なんですけどね。あの桁が全然違うんですよね。それはもう Z の話になっちゃうけど、そっちはねもう本当に油圧が低すぎるんで、そういうのも含めてちょっとこのオイルクーラー、まあ、4フォアとかのいわゆるバケオンとかもそうですけど、そっちの方は全然問題ないんじゃないか、オイルポンプの性能的に大丈夫なんじゃないかなって思います。で、まあ、あとは熱対策ね、それオイルクーラーの話にもつながるんだけど、熱量は多いです。ただあのね、まあ、ただじゃないな、あの熱がでかいからオイルクーラーは多分必須じゃないかなって。だからこのオイル温度計もつけてるんですよね。オイルの温度計の上昇を見る感じ、あの早いんですよね。いわゆる Z とかの大型系よりかも熱が上がるの早いから、あのオイルクーラーなしで真夏は結構厳しいと思いますよ。だって普通に走って100度近く全然行くんで、別に100度が悪いわけじゃないんだけど、いわゆるオイルの性能ね、あのオイルクーラーもそうなんだけど、オイルってやっぱりこの油膜を保持する力っていうのがあるので、それがやっぱり130度ぐらいになってくれたらもう水みたいになっちゃって油膜張れなくなるんですよね。いいオイルでも、まあいいオイルの結局中が見えないからわかんないんだけど、やっぱりオイルの性能ってある程度はもう130度ぐらいでもうなくなっちゃうんですよ。で実際この内部の温度を測るって言ったって100、まあ、クランクシャフトの下とかで自分撮ってますけど、110度ぐらいになってくるとやっぱエンジンの調子がなんかちょっと変な感じするっていうか、あの動画の最初の走行です1番目で出たはずなんですけど、なんかエンストしよったんですよね。なんかなぜか知らないけど、でそれらがまあオイルクーラーつけて冷やせるようになったりとかして、まあ今まで走って特にそういうことなくなったんだけど、だもし、ね、オーバーヒートなのかな。でもオーバーヒートしてる割には全然普通に走れてたけどね。だそれなんで演奏したかちょっとわかんないんだけど、そのアクセルのなんか忘れてなんていうの、クラッチのなんかミスった操作ミスでもなんかあったのか知らないけどね。まあでもそれ以降は特に不具合とか出てませんと。だその辺が なぜそうなったかちょっと知らないですが、でもオイルクーラーはつけてた方がいいと思います。そうじゃないとね、やっぱこの特に夏場は制御が難しいんですよね。温度が上がりすぎる、そもそも温度が上がりすぎるエンジンだし、でそれを冷やすためのなんていうか空冷だから走らないといけないんで、結局その夏場って渋滞はまったら結構厳しいんですよね。だからもうオイルクーラーは夏場必須かなっていう。で今回っていうか、まあもう秋になってそこそこ涼しい、まあ、山は寒いんだけど、もう外気温が20度ぐらいだったらもうオイルクーラーでガンガン冷えるんで、まあ、基本的にこれぐらいの大きいオイルクーラーだったら、まあ普通に走ってて70度80度、エンジンの温度70度80度ぐらい、いわゆるまあサーモソットついてるんでオーバークールしないで普通にあのいい温度を保った上で走れます。だから真冬はねもうオイルクーラーいらないと思うんだけど、まあとはいえ夏場はもう必要じゃないかなって思います。まあとにかくサーモスタットね、サーモスタットはもう必須です。やっぱりこのサーモスタットがないともうガンガン冷えるんで、この大きい夏場はいいけどね、夏場はもうサーモスタットなくてもいいかもしれないけど、やっぱりそろそろ涼しくなってきたらもうオイルクーラーでガンガン冷えますから、サーモスタットケチらずにつけた方がいいよっていう、そんな話です。じゃああとはもう問題ないですかね。